2018年5月21日、浜松窓枠でした。ラウンド2残り、2本となってます。松山とかいろいろまだ入れるところもあるので、今回逃してしまったみんなはそちらの方まだチケットがあると思うので、いろんなことはするかはわからないけど、なんか面白いことができたら、そこだけ特別ってわけじゃないですけど、なんか面白いことができたらいいなと思ってるので、来てもらえたら嬉しいと思います。お待ちしてます。さよなら。もりもりみんな食えんだよ。